はい、おはようございます。レッドマジックです。はい、やっと休みとなってまいりました。日曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、今回ちょっと放送の趣向を前ちょっとやった初心者向けという放送はですね、それなりに好評だったんで、まあ、今回ちょっと突っ込んだところまで延長枠で、まあ、放送してみようという試みです。まあ、あくまでも試みなんですけど、まあね、誰かなというとやってしまうんであれですけど、まあ、初心者さん向けの放送ってことになると結構夢やら希望やらを与えるような放送結構多いですけど、まあ、今回そのものはとりあえず抜きにして現実を知ってもらった上で、ね、あのどうやって、まあ、このタワーボア4というゲームと付き合って遊んでいこう、まあ、楽しんでいくかっていうところを放送できたらいいかなと思います。はい、もちろんあの前回で、ね、一番好評だったのでね、システム面の、ね、説明だとか設定の説明だとかなので、そこらも含めていきたいと思います。で、常連さんも初見さんもゆっくり見ていってください。まあ、ラジオ番組に、ね、こう垂れ流しても OK です。で、僕もそんなに上手いとか強いとかすごいとかそういう人じゃなくて、まあ、ごくごく一般 の、 あのサラリーマンプレイヤーなんで、まあ、いろいろこのゲームの知識として不備もありますし、多分ね、そんなことないよっていうことをポロッと言っちゃったりとかするかもしれないんで、まあ、その時はね、容赦なくコメントなんかで、ツッコミ入れてあげてください。詳細の方にね、ショークスの胸は書いておいたんですけど、これどうやって見るんだろうなんかゼロバージョンになってからちょっと使いにくくて、全てを見るけど、これ違う、下の方に載ってる、下の方に載ってますね。ニンニクってなりましたね。雑談交えてね、まあ、それなりに、まあ、ためになったりとかためにならなかったりとか、まあ、普段は言えないことタブーをしちゃったりとかすることで、ね、まあ、ちょっとやっていきたいと思います。音声とか BGM のバランスはいかがでしょうか。ちょっとおかしいよ変だよって言ったら、まあ、自分の方でもこうやって確認しますけど、 BGM のバランスはいかがでしょうか。ちょっとおかしいよ変だよって言ったら、BGM でかいのかな、これあんまりよく分かってないんですけど、どうもワクオ。はいはい、どうもどうも。ってことで、まあ、今回天族魔族一切関係なし、まあ、僕天族でやってるんですけど、まあ、魔族のキャラも持ってますし別様ですけどね。 BGM 大きい、でかい、マジっすか。じゃあちょっとちっちゃくしたいと思います。スピーカーキャプチャーを下げる、ちっちゃくしすぎか、こんなもんか。これでどう、だいぶ変わる。だいぶ変わったかな。テスト放送だとなかなか分かんないんでね。どんなもんですかね。それなりにちっちゃくなったかな。暑苦しい曲やでかもしれないね。ちょっと多分変わったわら。はい、よかったらね、コテハンなんかも残していってください。初見さんはね、よかったらコミュニティも入っていってください。まあ、しょっちゅう放送やってるんで楽しめるかどうか別としてですけど、まず、まあ、せっかく天族でやってるんで、天族のメインで、ね、やってるレッドマジックです。こんな人ですね。公式のアイオン 3.0 とか買うとね、この人がソードウィングの項目のところでデカだけど、普通の買ってますんで、ね、よかったら見てあげてください。まあ、買ってる人いるかどうか。変態だ。よいしょ。仮面がすごいよ。仮面が。天に行きたいです。なんで天に行きたいです。魔族であんだけ頑張ってやってんじゃん。60になるまで頑張ってやったな。でもね、シエルまで僕魔族のね、低レベルからの、プレイ実況ってことで、キャラ作ってね、もうゼロからやってるのをこうずっと配信の中でしかレベリングも全くしないっていうね、そういう試みのキャラがいるんですけど、天族側から魔族側をやるとまたちょっと違った側面が見えて面白かったですね。クエストの難易度の違いがひどかった。魔族ははっきり言って難しいですね。何クエストの難易度モブとかいきなりハイドするし、初期マップで
天族で排除するモブいないですからね、ポエタとかに。まあいろいろねこう遊んでみるといいかと思います。まあ、そんな感じでちょっとあれなんで魔族っぽい格好に着替えてみました。ちょっと魔族っぽくない？ちょっとだけ魔族っぽいよね。こんな感じでどうかな。自分でこの画面が見れないから画質をねコマ数とかを重視にしてるんで美画質になってますけどそこは我慢してもらってみたいなところです。ごついっす。結構いかついよねこれ。でもねこれ魔族装備なんだよ。魔族形状装備って言って天族で装備できる魔族の形状の装備、ホールンアルコンシリーズだったかなのプレートをまあちょっと黒染めして使ってますね。2頭はレントじゃないや、タメスのね形状そのまま移しました。まあ、自分で行った ID で2本とも出て全振りダイスで勝って、まあ、ゲットしたんでね、まあ、割といい感じです。これ2頭使いのシャドウとかにもおすすめですよね。ちっちゃい竜がぐるぐる這い回って、まあそんな装備自慢はいいとして、で肝心からめの内容なんですけども、まあ、タワーオブアイオンというゲームの概要について、まあ、ちょっとお話をしていきたいと思います。まあ、そもそもこのタワーオブアイオンというゲームなんですけど何するゲームなのという話になります。天族と魔族が分かれていて、まあ、天族と魔族と分かれていて、まあ、お互い戦争してますよ。そこに竜族という第三種族が介入して三つどもえになってますというのが、まあ、大体大雑把なかいつまんだ内容なんですけど、紛争している理由自体はまあ、すごく単純なんですけど、まあ、各種族のシナリオミッションを進めていくとそのあたりは明らかになっているので、あまりネタバレしないようにしたいと思います。ちょっとね Google 先生とかに聞くとねボロボロ出てくるので、まあ、興味ある方はねちょっと見てみるといいかと思いますけど、割とまあ戦争の理由なんてしょうもない理由が多いんですけど、結構言ってしまえばしょうもない理由で、まあ、どげんかしてるよという感じですよね。で、じゃあなんでこのディーバっていう、まあ、このプレイヤーキャラクターのことをディーバディーバって呼んでるんですけど、まあ、ディーバというのがその元は同じ種族だったんですよね、天族も魔族も。で、まあ、ちょっと、まあ、いさかいがあってというか、まあ、ちょっとしたきっかけがあって、二手に分かれるようになってしまって、まあ、そこで、まあ、いさかいのある神様同士で分かれて、で、名前忘れたわA さんと B さんにそれぞれついていった、まあ、A さんっていう神様についていったところが、まあ、天族になって、 B さんっていうところについていったところが魔族ってことになって、元は一緒の種族なんですけど住んでる環境がちょっと、まあ、住まなくてはいけなくなった環境が違いすぎて、まあ、魔族は、まあ、ちょっとこう公式ページ見てもらうと分かるような肌の色がねちょっと青かったりだとか角が生えてたりだとか爪があったりとかたてがみが生えてたりとかそういうまあ、姿形になりまして、まあ、天族はまあどちらかというと、まあ、今でいう人間ベースみたいな感じのね、まあ、羽も真っ白な色とかになるんですけども、まあ、羽自体はねディフォルトの羽をちょっと見せますけど、よいしょ、バチッと外して、よいしょ、何やるんだっけな、そうか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 、あらかじめねこういう準備をしてないのがねレッドマジッククオリティなんですけど、これが天族の初期羽です。要はこういう羽だったりとかね、魔族の羽はまあこれの真っ黒な羽なんですよ。色が違うだけなんですけど、まあ、それぞれレベルが上がっていくとその羽も変えることができまして形状もいろいろあります、違います。まあ、僕が持ってる羽、まあ、今のところ手持ちが2つしかないんですけど、まあ、一番天族らしい羽だなと思ったのはこのアラクネ姉妹会のウィングっていうね羽なんですけど、まあ、ちょっと広げてみますね。まあ、こんな感じのねでかい羽です、4枚羽のね。で、まあ、ちょっと最近実装されたばっかりのカルミンですとこんな感じの羽になります。赤いよねやっぱね、レッドマジックだけあって赤いんですけど、
まあ、当然こう自由にね羽を広げて飛び回ることもできます。まあ大体種族の違いっていうと、まあ、この羽の色だとか形だとか、まあ、あとその肌の色だとかそういう形なんですけども、まあ、それぞれ一長一短あって、好き好きもありますので、お好きな種族で遊ばれるといいかと思います。まあ、いずれはね、余裕ができてね、時間があるような時に、まあ、別サーバーにね、まあ、すでにプレイされている方なんかは、魔族やったことない人は魔族作ってやってみてもいいですし、逆の場合はね、魔族の人が天族作ってやってみてもいいと思います。まあ、そんな感じであらかた概要を説明しましたけど、まず初心者の人にやってほしいこと、まあ、前回も説明したこう内容になるんでちょっとかぶりますけれども、環境設定の方を、まあ、ちょっとぜひいじってほしいかなと思います。でこの環境設定っていうのがクセモノで、今ジケルマ作れるのかな、友人が作れないって言ってた。ひょっとしてジケテンに作ってるんじゃない、知らないうちに、それで作れませんって言ったんじゃないかな、ひょっとかしたら。よくわかんないままキャラ作ってみたんだけどっていう場合がありますね。1アカウントにつき同じサーバーの種族、両方の種族を作ることができないので、まあ当然ジケルの天族にキャラがいればジケルの魔族にキャラは作れません。逆もまた一緒ですよね。魔族にいれば、まあ、天族のキャラは作れない。まあ別のサーバーに行けばね、別のサーバーのキャラだったら作れますよって感じになるので、まあゆくゆく、まあちょっとこうチェックなんかしてもらうといいかもしれないです。でとりあえず環境設定の話になるんですけど、ちょっとねこう画面ね、僕普段こんだけちっちゃい画面やってるの、ちっちゃい画面じゃないですけど、ね、解像度が大きいんでこういうサイズの画面になってるんですけど、まあ、ちょっとこれじゃ分かりにくいんで、ちょっと設定を変更して大きめのね、変更の仕方はまた後でね、話しますけど、こんぐらいで描けばいいだろう、分かりやすいかな多分ね。最大にしたらどんなことになるかちょっと分かんないですけど、嫌な予感がする。いやでかいわまあ、ついでなんでね、よいしょ、これはちょっとでかすぎるね、真ん中、まあ、デフォルトサイズぐらいの大きさに、ちょっと、したいと思います。まあまあまあ、これぐらいだったらって感じなんで、まずゲーム設定の方のね、設定をしていってほしいんですよ。で、これ何なのかというと、まあ、ゲームを円滑にプレイしたりとか、自分なりの、ね、カスタマイズをしたりする画面なんですけど、まあ、大体これを、ね、全く設定してない状態でスタートすると結構しんどくなります。なので、まあ、その自分の PC スペックだとかそういうのに合わせて変更する点なんかもありますので、一個ずつ、ね、ちょっと説明をしていきたいと思います。もうすでにやってる方とかね、既存されてる方なんかは、まあ、ちょっと確認のため見るとか、まあ、聞き流す程度ぐらいで構わないと思います。まずオプションを出すわけなんですけど、この右下のこの部分、丸いこうマップがあって、その特にびっくりマークみたいな、ね、この羽のマークなんですけど、びっくりマークに見えるんでびっくりマークって言いますけど、ね、エクスクラメーションの隣の勢力比の隣のスタートメニューからシステムメニューをクリック。初期設定ではね、アルファベットのキーボードのね、アルファベットの O を押してもらうとこれが出ますんで、ここの環境設定をクリックしてもらうとこのウィンドウが出ます。で動画だとはっきり映ってるのがちょっと謎なんで、あ、ちっちゃいなこれ、拡大してちょっと映しますね。よいしょと、まあ、せっかくなんで、まあ、そういうね設定をしていってほしいなと思うんですけど、こんぐらいでかけたらいいかな。こんぐらいでかかったらわかるんだよね。多分。多少わかるね。多少ね。見えますよ。あ、よかったよかった。じゃあちょっとやっていきたいと思います。ゲーム設定、名前、ステータスバー、カメラなどなど、まあいろいろございますね。
キャラクターだとかね、まあ、そういったものを左上の方から説明していきたいと思います。まずこの名前の設定、これもう主に表示です。この名前の設定というのはその辺のモンスターの名前だったり、自分のね頭のてっぺんにこういう風についてるんですけど、まあ見えないかな当然見えないかな、自分の頭の上にねこう例えばレギオン名、自分の違う称号タイトル名前レギオン名の順番で表示されるんですけど、そういった表示なんかをするかどうか、名前表示、自分というのは自分の表示、名前表示パーティーというのはパーティーメンバーは名前を表示しますよっていうチェック、フォースはフォースメンバーがチェック、表示しますかどうか、まあ、表示するかどうかのチェック、まあ、NPC は NPC ですよね、まあまあ見たまんまの対象のこう名前を表示するかどうかのチェックなんで、慣れてくるともう自分の名前とか邪魔なんで、まあ、名前表示自分を外してる人も結構います、まあ、ただスクリーンショットで、まあ、邪魔だったりとかするのも外す人もいますし、まあ、こうお好みで設定してください。ここはね最終物の表示とか、まあ、基本的に表示しておいた方が便利は便利です。パッと見た時にね文字で判別できるっていうのは結構大きいので、でこのタイトルの表示っていう窓だとかレギオン名表示っていう窓もこれはお好みです。ただしここを変えたところで他の人には見えてますんで、そこだけはね間違いないよ、ここ消してれば見えないだろ変って思ってたらもうバレバレだったっていうかね、まあ、別にそんなバレて困るようなことしなければいいわけなんですけども、まあ、そういうわけではないよというのはちょっと言っておきます。自分あくまでも自分のゲーム内での、まあ、画面表示の設定なんで、まあ、ここをまあ表示にしてもらったりとか隠すってやってもらうといろいろ変わったりします。次ステータスバー、これがですね、ステータスバーは一時的にねこれをフィルにして、今僕ステータスバー切ってる状態なんですよ。これをですねステータスバーを隠すではなくて常に表示とか自動とかにすると今わかるかな、例えば今僕の名前だったら封印の力を持ったレッドマジックで、下に聖剣工房という僕のレギオン名があって、その下に赤ラインと青ラインと緑の点々ラインがあるんですけど、これは左下に出てる、ね、ヒットポイントマジックポイントだと思う飛行時間ね、右下のこれを表してます、まあ、これはあってもなくても、まあ、どっちでもいいんですけれども、パーティーメンバーの状態とかをねざっと確認したいよとか、パーティー外の人の状態もざっと確認したいよって人はオンにしておきましょう。割とねあこの人一文字減ってるわ助けだろうとかね、通りすがり のちょっといい男を演出するときに役立ちますね。あちょっと死にかけてるでちょっとヒールしてあげるよとかね、あちょっと死体転がってるから蘇生してあげるよとかね、そういうのに結構使えますんで、まあそういうものをこう確認したい人はね表示してあげてください。まあ僕はね隠すってやってるんで、普段は、ね、だいたいこう状況を見たらわかるっていうのもあるんで、まあ普段隠してます、まあ、ここはこのお好みですね。キャラクター名、まあの表示だとか名前とかステータスバーは表示で、で、次カメラ、ここから大事になります。このカメラなんですけど、ちょうど、ね、このズーム調整と回転速度とカメラ上下移動反転とかカメラアングルを高くするってあるんですけど、ですね、まあ、実際どういう風な差があるのかちょっとやってみれば分かるかなと思いますので、そこをちょっと見てもらいたいなと思います。まずズーム調整ね、これはズームの具合を変えるわけなんですけど、これデフォルトの状態だと、まあ、標準だとねこんな感じになるわけですけど、まあ、何が変わったかというとですね、最大望遠とね最大望遠の距離が変わります。標準設定だとだいたいこれぐらいまでが最大望遠のサイズになります。要はマウスのコロコロでね近づいたり遠ざけたりとかできるんですけど、でこれが
遠くになってくるとどうなるかというと、最大望遠にここまで違います。今までこう見渡せなかった部分も見えるので、まずゲームを始めたばかりの人とか、まあ、設定してない人が見えましたりとか、あとまあすでにやってる人でどうもちょっと手点したりとかする数が多いなって人は、ここを遠くにしてあげてください。でこの回転速度に関してもそうです。これは速く、まあ理由はね、あの素早い対応ができるようにという意味なんで、まあ、回転速度は速くしてあげてください。この速度が速くなります。ぐる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 ってね、あの A と D、 この速度が速くなります、ね。まあ、こんな感じで、まあ、遠く速く、まあ、このチェックボックスは、まあ、この設定にしてあげてください。出ないと自分以外の人に迷惑かける場合があります。これは後でまた説明しますけども、でカメラ上下非同反転はとっさのことなんで、カーソルと対応してた方がいいとは思いますんで、まあ、FPS とかね、TPS 出身の人は逆にしとってもいいとは思いますけども、あのなかなかそうもいかんと思うんで、まあ、基本的には外しておくチェックですね、ここは。でカメラアングルを高くするってありますけど、外してるとこんな感じです。よいしょ、わかりやすい比較対象のところ行こうか。ちょうどこのなんかよくわからないキノコっぽい何かの隣に来ますけど、今カメラアングルこれだいたい腰ぐらいの位置にありますね。これをですね、まあ、最大望遠するとこんな感じになるんですけども、よいしょ、カメラアングルを高くするにチェックを入れて適用をするとこうなります。カメラが少し上に上がって高くなります。で上から見下ろしやすくなるので、これも自分のね、あの場所把握のために役立ちますので、できればあのカメラアングルを高くするチェックを入れてあげてください。まあ、スクリーンショット撮るためにね、ちょっといろいろ視点変えたいんだって人はその都度こういじってあげるといいと思います。まあ、ただこのゲームの実用的な意味ではカメラアングルを高くする、まあ、これ非常に大事なんでチェックを忘れないようにしてください。まあ、もう一度言いますよ、カメラのところはすごく大事です。ズーム調整は遠く、回転速度は速く、カメラアングルを高くする、この3つは大事なんで忘れないようにしてあげてください。でキャラクターで延長が有効になっています。延長したくないときはご注意ください。あの自動的に延長されるはずなんでね、あのもし動画が止まった場合はね、更新ボタン連打してあげてください。まあ、とりあえず続きを入れますけれども、次キャラクター、上からねこうキャラクターの項目見ると、ヘルム表示、リギオンマウント表示、あとまあ詳細表示、拒否とかトレード拒否とか、パーティーフォース招待拒否とか、レギオン招待拒否とかね、友人登録拒否、決闘拒否、レベル10未満からのウィスパー拒否、10未満からのメール拒否とかいろいろありますけれども、キャラクターに関してまず一番大きい表示というのはヘルム表示とレギオンマウントになります。これは、まあ、例えば僕のレッドマジックってキャラでしたら、よいしょ、ちょっと変態仮面っぽい仮面つけてますけどね、これが一応ヘルムの、ね、形状なんで、これをもし隠すってやると、ね、こうやってあら意外といい男みたいな顔が出てくるわけですけども、頭防具のね形状を表示させずに顔をしっかり表示させたいと、自分のキャラクターの顔をもっとみんなに見てほしいとか、まあ、スクリーンショットに残したいとか、まあ、そういうの見ていたい眺めていたいって人はね、延長しました、30分延長しました、延長に成功しました。 F5 キーを押してプレイヤーを更新するように主に教えてあげてください、はい、教えてもらいました。延長に成功しました。分かった、あんこちゃん暴走すんな。F5 キーを押してプレイヤーを更新するように主に教えてあげてください。もう丁寧なのかな、あんこちゃん自重しろっていう、まあ、いっぺんねこっち画面にちょっと表示を変えてみたいと思います。更新ボタンを押してくれてるので、ちょっと待ってね、話の腰折られるからしょんぼりするね、これね。はい、多分これでよろしいかと思います。では続きで、
ヘルム表示はこうやってね、顔のねこう表示をつけたり隠したりつけたり隠したりっていうのができるんで、これはもう自分の見た目形状をいじりたい人はどうぞ、ね、活用してください。まあ、普段僕はあのトレードマークになっちゃってて、おお、なんかでっかいカニがカニがいるんですけども、まあ表示にしてますね。普段この頭防具の、ね、形状がね、あの僕のコミュニティ後ろのカニさんが出たそうです。カニさん見切れてましたからね。カニさん見切れてましたから、後でカニさんにちょっとじっくり釣ってもらいましょうね。はい、では続きいきたいと思います。まあ環境設定の話の続きです。で次、レギオンマントの表示、これはまあレギオンに所属した人はそのレギオンのレベルが一定以上上がっていればレギオンマントというものを、ね、つけることができます。当然僕のレギオンの、ね、聖剣工房も今現在、レギオンレベルのランクはマックスの5レベルになりますので、ね、マックスレベルですので当然表示もできます。でこれに関して、まあ、表示をいじることができるのがレギオンマントの設定です。これはさっきのヘルムと同じです。表示ってやると表示しますし、隠すというと、まあ、隠します。で装備優先っていう風にやっておくと、例えばあの僕これ今二刀流ねこれ持ってますけど、武器を収めた時に、まあ、これも見てほしいなと思ってると、まあ、装備優先入れてればね、この状態で、マントは表示されません。ところがこの装備優先というのを入れておくと、抜いた瞬間にマントが入ってくるっていう、ね、手品みたいな状態になります。はい、要は武器の表示を邪魔しませんよというのがこの装備優先という設定です。レギオンマントは当然表示させたいけど、まあ、装備も見せていきたいなとか、装備、まあ、装備もデザイン的にね見てほしいとか、そういう人はね装備優先やったってください。僕はねレギマスのくせに隠すを選択してるんでね、ここはご愛嬌なんですけど、まあ、この2つのチェックボックスもお好みです。ここまでとりあえず話しましたけども、であとは装備詳細、まあ、詳細表示拒否っていうのがあるんですけど、まあ、ここ普段僕チェック入れてますっていうのは、まあ、このアイオンってゲーム、このチェックが入っていなければ、他の人から自分がつけている装備の方が丸見えになります。はい、でこれはもう単純にプライバシーの問題で、自分の中身を見られたくないとかね、ちょっとこっそり内緒にしておきたいとかで、ものすごい突っ込んだ話をしますとですね、装備がうんぬんかんぬんとかね、うんたらかんたらとか言ってくる人もいるんですよ、中にはね。でパーティー入った時にとやかく装備で文句言われたくないとか、めんどくさいとか、そういうのを相手にすることがもうすでにめんどくさいんですけど、まあ、そういうトラブルを避けるためにも、まあ、こういうチェックを入れておくというのもありだとは思います。はい、外しててもいいんですけどね、僕はそういうトラブルめんどくさいんで、あらかじめそう、詳細表示をまあ拒否しておきます。まあ、ここもお好みで設定してあげてください。あとトレード拒否なんか見たまんまなんで、ここはプライバシー設定の、ね、お好きにどうぞ使ってください。では次で、これが長いんですよ。はい、ユーザーインターフェース、これが一番ね、わけはわからんと思うんですけど、それこそねユーザーインターフェースなんで、ちょっとこっちにずらかしてキャプチャーのし直しした方がいいね。ここいらをよっこらせとキャプチャーをして、ね、こういうスプリット機能すごく便利なんで使えますけど、こうしとけばね別に切り替えても問題はないかなと思いますけど、まずザクバラに行きますよ。この拡張スロット1表示2表示3表示っていうのがあると思うんですけど、ショートカットって名前がついてるやつとか、拡張スロットってついてるやつ、まあ、上から1,2,3,4,5 5番目ぐらいまで全部チェック入れてください。これはね現在表示しているこのショートカット欄全てを表示することになりますので、まあ、これをチェック入れてください。で移動型ショートカットの表示ってありますよね、この1番目と2番目、これがちょうど僕は今つまんでこれぐるぐるしてるやつなんですけど、これ画面の端っこの方で映ってると思うんですけど、ね、これ最初の状態だとこの細長い状態で出てきます。でこれをまあ下側のところにこう重ねたりとかねして使うんですけど、まあ、僕の場合はねちょっとお好みが一つ違うんで、
縦にこう2列に表示できるようにこのくるくるマークをクリックするとこうやって回転するんで、で映ってるかなこれ映ってんのかな、映ってねえよ映ってないのでちょっとねスプリットしてちょっと分かりやすくしたいと思うんですけど、よしよしよ、これね画面の真ん中でやろうかな。最初の状態がこのクソ長い状態でできます。でまあこの状態で使っても何の問題もないです。ところがまあちょっとね自分の画面自分の配置をちょっといろいろカスタマイズしたいと、ね、この1とか2とか数字のローマ数字がついてるんですけど、まあ、その横っちょのところにねこのくるくるマークがついてるんで、これをクリックするたびにね折りたたみ2列だとか縦2列だとか、まあ、縦1列だとかに変わりますので、まあ、これをお好みでぐるぐる回してね好きなところに設定を持っていってあげてください。こんな感じかな。でですよ、でこのショートカットなんですけど、じゃあ拡張スロット1と、まあ、拡張スロットっていうのはこの一番下のね3列のショートカットのことなんですけど、まあ、2列目3列目下から2段目、まあ、上から1番目のあのこの2列の部分が拡張スロット扱いになるんですけれども、まああと右側の1列ね拡張スロットさん、これちょっと決定的な違いがありましてですね、まあ、これ知ってる人知らない人分かれるんで、まあこれ覚えておくといいかもしれませんよというお話をします。でさっきくるくる動かしていたこのね、なんだっけ移動型ショートカットか、移動型ショートカットに関してはちょっとした特徴がありましてですね、普段通常のショートカットに、まあ、入れて例えば数字の 1,2,3,4 とかに割り当てしますよね。割り当てをした場合、例えばこの連打が効くものがないな、まあ、例えばそのスキルをね1番に入れました、で1番押しました、でこれ押しっぱなしにしとけばいいんじゃねってやっても押しっぱなしにしてても発動しません、連続押し扱いになりません。まあ、ところがこの移動型ショートカットに入れたものの、まあ、数字割り振りをして同じことをすると1回押しっぱなしにすると何度でも押しっぱなしにした設定になりますので、特に最速で、まあ、このなんていうかモーションディレイとか一切関係なく合間を挟みたくない状態で同一スキルを連発したいときはこの移動型ショートカットに入れて後でキー設定で割り振ってね、あの数字キーなんかを割り振っておくといいかもしれません。ヒールライトなんかをねずっと連発するような状況、まあそうそう来ないですけども、まあちょっと一回一回こう押したりとかするのがだるいよとクリックもだるいし数字キーをもうこう一回一回こう押しポン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 連打するのもだるいんでという人は、まあ、こっち側にその特にねあの連続発動が必要なスキルなんかを入れておくといいと思います。主に恩恵が得られるのは、キュア、チャント、スペルぐらいかな、魔法職が主に、そういう恩恵が得られるかと思いますので、よかったらねまた活用してみてください。まあ、この差を知ってる人あのいたりいなかったりなんで、もう知ってるよって人はね、周りの人にねちょっと教えてあげるといいかもしれません。意外と知らない人多いです。まあ、僕もこれ教えてもらうまで知らなかったんで、スタッフ君からねちょっと教えてもらって、あこれすごいじゃんってなったんで今ちょっと言っておこうかなと思って、まあちょっとお知らせをしました。まあそういう差があります。まあ他になんかあるかって言ったら他にないかもしれませんけど、まあちょっと豆知識的なものが知ってる人がいたらね、コメントなんかでね発言してくれたらいいかと思います。で次まあいきますよ。でまあショートカットのね設定はこんな感じです。すべてにチェックを入れてください。で使用可能な連続スキルを優先表示だとか、まあ、連続スキル発動時アイコン変更っていうのがあるんですけども、ここはチェックを入れておいてください。これ連続スキルを覚えた時に有効になります。例えばソードウィングですと、よいしょっと、あここ以来と一発で死ぬんじゃないかな。おー、カニさんどっか行っちゃったしな、ちょっと場所を変えようかな。一回で死ぬようなモブがいるとちょっと分かりにくいんで、どこがいいんだろうな、バスで死なないようなところ、いい加減ねこのキューブの中身晒してますけど、汚いのはねこう文句がないでねっていうお話ですけど、
ちょっとねこう移動していきたいと思います。まあせっかくなんでベルテロンでと思ったんですけど、いかんせん僕が弱すぎて一発で死んです。あ、いいじゃんベルテロンで。いいとこあるよそういうか。なんかキューブとかいろいろ開いててこう見にくいことこの上ないんだけど。エリートがいるんだ。エリートモンスターっていうのは後で説明しますけど、モンスターにもいろいろいましたよね。まあ、ちょっと強いよっていうのをエリートモンスターって言うんですけど、まあ、そいつらだったら、ね、2、3発以上耐えてくれるんでね、下手したら10発20発投げても死なないんで。とちょっとねサクサク移動していきますけど、この間なんかね質問があったりとか聞きたいこととかありましたら、ね、コメントなんかで気軽に質問してください。雑談枠でもありますんでね、雑談を振ってもらっても全然 OK です。2、3発耐えれるようなやつ、この辺は多分一発でしょうな。難しいな、どうでしょう。どうでしょう。スティグマはねかなり適当にぶち込んだ後なんで、連続スキルというのはですね、まあ、例えばこの監視兵を引き継ぎますけど、よいしょ、こっちを入れ、あ、死んだ、なんで死んじゃったかな、一発で。くそ、ちょ、めんどくさいな、この警戒兵を。この監視総長とか硬そうなんですよ、監視総長さんに、ね、最近そこエリートじゃないという。あ、エリートじゃないよ。エリートってまだいるんですか？モブやん。普通のノーマルモブやん。ちょっと奥の方行かないとダメだね、これ。めんどくせえ、めんどくせえ。鼻毛が出るほどめんどくせえ。まあ、仕方がないので、ちょっと奥の方行きたいと思います。びっくり。ほんとだね、これ。変更になったってことなんかな。鼻毛が焼けた。鼻毛が焼けた、本当にね、鼻毛が出るほどびっくりだわ。どういうこと？上級じゃないやん、この辺とか。まあ別に、まあ一発には伝えてくれればそれでいいので、ちょっと殴ってみますけど。いらっしゃーい。はい、来ました。連続スキルというのはね、例えばシビアストライク。これを一回打つと次、レゾルトストライクというのが発生して、アイコンがパッと変わります。この設定がですね、連続スキル発動時、アイコン変更です。いちいち連続スキル2段目3段目をショートカットに仕込まなくても、1段目のショートカット欄が2段目以降のショートカットに変更されますよという設定です。これ非常に便利でショートカットのダイエットにつながりますので、まあ、ぜひチェックを入れてあげてください。まあ、連続スキルアラートの表示というのはですね、もうこれ見たまんまです。これですね、くる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 回ってるやつ、これが消えるともう打てませんよって話になるんで、まあ、これもとりあえず入れとくといいです。で、バフアイコン持続時間表示っていうのがあるんですけど、よいしょ、これもスプリットをした方がいいな、いろいろスプリットが増えるんですけど、画面の左上にデフォルト設定から変えてなければ、ね、今キャプチャーしましたけど、わかるかな、どこだろう、これか、ちょうどここにね表示されてますけど、2分42分42分ってありますけど、ここに関して書いてある記述です。例えば今、まあ、ちょうどねなんかいろいろスクロール切れてるんであれですけど、まあ、こうやってねご飯食べたりとか、まあ、ご飯食ったんでもったいないんで使わないですけどまあいいや、これ全部使おうか。はい、テラスハウスはさすがに消せないか。例えば疾走のスクロールっていう移動スクロール、まあ、移動速度が 30% 速くなりますよっていうスクロールを使うと、足のマークと一緒に4分で出ます。この時間表示をするかどうかというのがその設定になります。よいしょ、
なのでまあこれはね、自分のバフ管理という意味では非常に大事です。それ以外まあスクロールとかアイテム系以外、自分のねスキルでまあ行ったバフ行為、バフというのはわからない人がいるんで、ここでちょっと軽く触れておきたいと思います。バフデバフという言葉だけがございましてですね、とりわけ MMO ではこのデバフとバフというのは、ね、非常にこう共通語として使われているんですけれども、まあわかりやすく言うとですね、自分を強化するもの、もしくは相手を、対象を強化するものをバフと言います。はい。で逆、相手を弱化するもの、例えば移動速度を遅くしたりとか防御力を下げたりとかにするものね、バフと全く逆の効果を与えるものをデバフと言います。それは全部同じようなさっきのバフ欄のところに表示されますので、その時残り、バフがどれぐらいあるのかとか入れ直さなきゃいけないとか、そういうのはね管理しなきゃいけないんで、これはぜひご用心チェックを入れてあげてください。はい。あとはね、コンパスに現在地表示だとか、パーティーウィンドウに自分名表示だとかね、マウス左クリックの色防止とか、まあそういうのがあるんで、この辺はねお好みでやったってください。必要になるのはね、主にこの拡張スロット関係と、連続スキル関係のものになります。で一つ、よいしょ、下の方に行きたいと思います。マップの絵をもらった際にアラート表示、これに関してはパーティー組んでないとあまり意味ないんですけど、 3.0 アップデートでこの M を押すとマップが出ますけれども、このマップにお絵かきができるようになりました。ね、いいって来てましたけど、ちょっとわからんからこれを消してやる。こんな感じでね、お絵かきができます。マウスで書くの結構むずいんですけどね、よく赤魔法、こんな落書きを送りつけたらえらい目に遭うんですけど、なんかちょっとアダルトになっちゃったいかんね、はいはい僕赤魔法とか、こういう絵を書いたりとかできるんですけど、これを今こうこうとりあえず消しますね、これ恥ずかしい、今自分がね組んでるパーティーのメンバーに送信して送りつけることができます。これどんな時に使うかっていうと、ちょうどねこのマップの絵というのは今自分がねここにいるよというのが分かってるんですけど、例えば今ここにいるんだけど、こういうルートで進行して最終的にルカ貴族の村の奥へ行くよ、こことか言って適当に書くんですけど、ママに見えるな、ママじゃねえよってまあここっていう、こんな感じでね送信して、どういうルートで進行するのかをちょっと確認してもらったりとか、主にね大規模な移動をするとき、パーティーの、ね、メンバーで、こういう風に行ったらいいよとか、ね、そういう会話なんかに使うものです。こういったものを実装されて、よりよくねこの UI がなったと思うんですけども、これをねマップの絵が送られてきたよっていうアラートを表示するかしないかを、初見天の放送かな、今回天の放送ですけど、天、関係なく、初心者講座をやっています。よかったらゆっくりしていってください。魔族もね天族も関係なくアイオンの放送という感じで見ていただけると幸いです。で使ってるマップが天族なんでね、今僕天族キャラでログインしてるんで、シエルマにもキャラいるんで、そっちでも良かったんですけれども、とりあえず手っ取り早く今自分のメインでやった方が早いかなと思って、天族の方でやってます。魔族の方もね、天族の方もゆっくりもちもちしていってください。そんな感じでね、このマップの表示、マップの送信、マップの絵なの感じの説明をさっとしましたけども、で、ここまでが、大体お約束的な設定になりますので、これはチェック入れてあげておいてください。で次チャットの設定です。このチャットの設定、チャット入力ウィンドウの維持、画面クリックでチャットを閉じる、チャットフィルター、チャットフォント大きくとかちっちゃくとかね、普通とかね、これはそのまんまです。見たまんまの設定なのでやってあげてください。であとチャットフィルターに関してなんですけど、これは
運営さんがですね、まあ、開発の方がですけども、あの気を利かせてちょっと卑猥な発言だとか、まあ、それに似たような言葉なんかを勝手に消しますよ、米印になります。まあ、米印になってる、来るは来るんですけれども、会話をしててもね、こう日本語って結構難しいんで、どうでもいい言葉が消されたりとかして結構不便なんで、このチャットフィルター、それオフにしないと赤魔法さんの会話聞けないんですよね。よくわかってるじゃないですか。よくわかってるじゃないですか。僕の会話も全く見えなくなっちゃうんでね、このチャットフィルターは、ね、外しといてください。ダブル、まあチェックは外しておくこと、これ大事です。要はパーティーチャットなんかでね、米印だらけになったらどうしようっていう、ね、そういうパーティーもありますんで、まあまあ、チャットフィルター外しておくとお得です、いろいろとね。で、次戦闘情報、これに関しては非常に大事になるのが、まあ最初に言いますよ、最初にまとめて言ってしまうと、攻撃時マニュアル接近以外全てにチェックを入れてください。で、説明が必要になってくるのは上から4段目からかな。まあ受けたダメージの表示とか、ターゲットが受けたダメージ表示とか、まあ召喚獣の戦闘情報表示なんかは、まあ、この辺は大体わかるかと思います。要するに、ね、上級警戒兵さんはですね、張り倒すと、まあ、そういまあこうやって数字が出てますけど、これがまあ、自分が受けたダメージが表示されますよと。こんな感じでね、ポコンで殴ってから、ね、こうやって85とか、1とかできますけど、とりあえずこんな感じで殺しておきますけど、でこれに関してはまあいいとして、大事になるのはこのパーティーの戦闘情報表示とかターゲットとの距離表示、まあ、このターゲットとの距離表示は絶対にチェックを入れてあげてください。でこれをちょっとねキャプチャーをしてですね、別個でちょっと見せて説明したいと思うんですけど、次が、なるほど、これね、今ちょっとね拡大しましたんで、よっこいしょと持ってきます。さすがにこれじゃ寂しいんでね、ちょっと生きた標的をたげりますけど、これ右側見てください。これ動画で見えるんかな、画面というかもう画質悪いかな、一応見えてるね。 OKOKOK で上級戦闘兵をたげりました。でこれ高度、高い度合いの高度距離って右側にあると思うんですけど、これ見たまんまです。この距離によって、まあ、ぶっちゃけ今全然レベル10以上下がるんで、テテンともしませんけども、モブが反応する距離というのがありましてですね、だいたい12メートルとかね、10メートルぐらいになると、アクティブモンスターが反応してきます。という距離を見ながらこう動いたりとかね、あとスキルによっては、まあ、射程がございます。何メートル以内とか、まあ、ちょうどいいスキルをちょっと入れてきたんで、ディストラクションストライクっていうスキルです。まあ、これ上級スキルなんでね、最初から使えないですけども、これが約7メートル範囲なんですよ。で、7メートル範囲なんですけども、よいしょ。7メートルじゃなかった、ごめん。ストライクじゃない方だったな、これ入れてきてないわ。ごめんね。ってことで、ウィングブレードにします、ウィングブレード。これ17メートル以内にいる範囲っていうことになってくるんで、例えば21メートル、23メートルとか、5音ぐらい離れちゃうと、ウィングブレードを打っても、ターゲットが遠くにいるため、スキルを使用できませんって出ます。ところがこの距離がですね、17メートルぐらい、まあ、ギリギリこの距離で撃てるわけですね。まあ、スキルの射程を見たりとか、まあ、相手の逆に言うとね、相手に撃たれるかもしれないスキル、まあ、これ対人してる時なんかは非常に大事なんですけども、この射程で撃たれたらまずいんで、ちょっとこの距離を維持しようとかね、そういうのを見たりとかします。まあ、当然インスタンスダンジョンや、まあ、こうモンスター同士の狩りとか、モンスター同士の狩りじゃないよな、これモンハンじゃないだからモンスター相手の狩りなんかは、まあ、この距離を見てやることが結構多くなりますので、必ずねこの距離の方はチェック入れてあげてください。でターゲットの栄翔ゲージ表示、これはですね、栄翔って言って、これできないかな、ストラクションストライク、さっき僕が使ったやつですね、またキャプチャーして見せたいと思います。よいしょ、外して
範囲スキルって高低差いくつまで巻き込むんですか？範囲スキルに関しては高低差いくつまで巻き込むかというと、どうなのかな、直接のアンジュレーションがなければ、本当にあの近接範囲と一緒じゃないですかね。2メートル範囲とか高度2メートルとか。実際試したことないんで一回やってみますか。ですね、まずとりあえず先にね、範囲小スキルのやつをちょっとやってみたいと思いますんでね、ちょこっとだけ待っててね。多分今こう拡大したところにゲージが出ると思います。これですね、ディストラクションストライク。まあ、こんな感じでね、この A 小スキルがさっき相手をターゲットしてね見てた部分に表示されるようになりますので、特に相手が何を A 小してどれぐらいでも発動しちゃうのかなっていうのが分かるようになりますので、よかったらこれもチェック入れてあげてください。で、当然ターゲットが選んだターゲットで表示、これは今自分が選んで、まあ、選んでるというかターゲットしてるターゲットが誰をターゲットにしているのかを表示してくれます。これも大事です。絶対にチェックを入れておきましょう。で、当然その下はターゲットが選んだターゲットの A 賞をさらに表示します。これは回復役がですね、直接その例えば盾さんをね回復していて、でもボスモンスターが何やってるのか分かんないっていう状況を回避するというのが非常に難しいんで、まあ、これにチェックを入れておけば相手の痛い範囲攻撃が来るよというのが分かりますので、これはチェックを入れておきましょう。これキワさんだけじゃないですよ、まあ、皆さん、まあ、必ずチェックを入れておくようにしてください。まあ、移動戦闘効果表示に関しては、まあ、つけててもつけてなくても一緒なんで、前進補正とかね、こう横補正とかいうのがあるんですけど、例えば前進しながら攻撃すると武器抜いてないと出ないかな、矢印が出ます画面の中央ぐらい。これは今全身補正かかっていて、まあ、攻撃力が上がってますよ。で、横歩きをしていくと 横矢印が左右に出ますけど、これは回避が上がって防御が下がってますよ。で、後ろ歩きすると真後ろ矢印がついて、これは防御が上がって攻撃力が下がってますよ、回避力が下がってますよという感じです。まあ、これをうまく使いたい人、まあ、把握したい人はこれにチェックを入れましょう。まあ、どちらにせよこの戦闘情報に関しては、まあ、攻撃時マニュアル接近以外全てにチェックを入れてください。はい、延長が有効になっています。またあんこちゃんに言われるんだ。延長したくない時はご注意ください。まあそんな感じなんでね、ちょっとねさっき言った高低差どれぐらい有効なのかというのをちょっと試してみたいと思います。ここではちょっとねアンジュレーションが感じられないと思うんで、どこだ、よいしょ、今ここにいるんだね。ちょっとベルテロン要塞の方に戻っていきたいかな。飛べるところってベルテロンぐらいしかないのね。よしよしよし、思えば遠くまで来たもんだ。これ適当に走り回ってたらこんなとこまで来ちゃったよね。で、いろいろこう賛否両論もあるんで、延長に成功しました。 F5 キーを押してプレイヤーを更新するように主に教えてあげてください。主にって言うね。30分延長しました。延長に成功しました。 F5 キーを押してプレイヤーを更新するように主に教えてあげてください。はい、教えてもらいましたよ、あんこちゃん。もうなんか年寄りみたいな扱いされてるね。二度言わないとあんたわかんないでしょみたいな。はい、ここに来れば飛行ができるんで、範囲攻撃というとどうなのかな。15メートル以内にいるターゲットと周囲10メートル以内にいる最大5体の敵に575から822の物理ダメージを与えて書いてあるんで、こういう着弾範囲に関しては円形範囲になると思いますので、おそらく円形範囲かと思います。ただ平面範囲のクラッシュウェーブ、このぐるぐる、このスモールロブナイトさんでやってみましょうね。これはもうその場で回って与える範囲なんで、
周囲7メートル以内ってことになるんで、もしその言葉が正しかったら7メートル以上真上で離れてても当たるはずです。まあ実際実験をちょっとしてみたいと思います。はい、動くなよこれ、動くな、あんまり動かないやつおらんから、あいいや。でまず今0メートルなんで7メートルのところでぐるぐる回ってみたいと思います。当然今真上にいますんで、はい、当たりませんね、当たりませんでしたので、じゃあ次このスモールロブナイトさんの距離、近接距離、まあハルバードなんでどうかな、2メートルぐらいだったら当たるんですけど、こうやって通常距離で8m、この2メートル距離よりも離れた距離でちょっと殴ってみたいと思います。範囲攻撃でしょ。どうしよう。ですか。ちょっと4メートル。ここでぐるぐる回って当たればちょっとあれかなと思いますので。あ、3メートルある。5メートルなし。よし。むずいなこれ調整。調整むずいな。いきますよ。あ、でもコード出てないなこれ。はい、当たりません。純粋にねこれ近接範囲みたいね。で着弾範囲がどれぐらいまで有効なのか、自分自身にソードホースウェーブという着弾範囲スキルを打つことができるんで、それで試してみたいと思います。10メートルちょうどありますんで、すぐ自分をたげてソードホース当たらないね。どうもアンジュレーションに関しては武器そのものの射程ぐらい離れてないと範囲巻き込めないくさいですね。魔法に関してはちょっとわからないんで、また着弾範囲がある魔法のやつでまた検証してちょっと調べてみたいと思います。できればね、もうちょっとこう調査をしてやってみたいなと思います。いい質問でしたね、ありがとうございます。で一応ブラウザ更新しろってうるさいんで、ブラウザを更新しておきたいと思います。はい、出たな。なんかすごく手こずりましたね。すごく手こずったんですけど、よし、続きはやりたいと思います。大体環境設定のお話なんかはここまでで終わりにしておきたいと思いますけども、これまでちょっとわからないことがあったら質問なんか気軽にコメントなんかでしてください。来場者数がね、50名様と結構多めなんで、結構多めっていうわけでもないですけども、まあ大体50名様いらっしゃってますんで。では次。行きたいと思います。カミさん出演まだですか。おお、忘れてたね。カミさん探してみようか。さっき出たがりでぐるぐるしてた。カミさんどこだっけ。わざわざ空飛んでまで探すっていうこの徹底ぶり、カニさんマジかわいそう。まあ巡回してるんでそのうち来るでしょ。0.0 からモブが硬くなって強くなってる仕様は元に戻らんかな。そうですね、
3.0 になってさりげなく更新して、モンスターが受けるダメージを下方修正しましたとかね、逆にこっちが受けるダメージをね情報修正されてるわけなんですけども、多分ですよ、僕運営でもないですし、ただの一般プレイヤーなんで予想とか想像するしかないんですけど、おそらくレベルキャップがカンスト上がったわけじゃないですか、60まで。で当然武器の更新なんかが行われた時に、あれのせいで金策もきつい、まあ、その狙いもあったと思うんですよね、ある程度。要するに他の ID が死にコンテンツにならないようにモンスターを強くしましたと。でなるべく広いレベル帯で参加してもらえるように、例えばパシマンデルジーンだとかで、弱くなりすぎても困るんで、むしろ逆に難しくなりましたけども、やっぱ調整をかけたんだと思うんですよね。もう全体的にインフレ気味になってたこうダメージの部分に歯止めをかけるという意味で、で金策をしづらくなったというのは、おそらくソロコンテンツペアコンテンツというのは、ソロコンテンツに関してはアイオン自身がね、ソロ用の ID とかを用意してるわけじゃないですか。だけど本来パーティーで行ってほしかった、まあアラカだとかね、他の ID もろもろありますけど、金策 ID と呼ばれてる ID なんかはなるべくこうちょっとパーティーコンテンツ死なないようにたくさん募集があるといいなという狙いもあって、潰したんじゃないかなっていうふうには思います。実際ソロで行けるようになった ID が増えるとダメになっていくゲームっていうのは結構ありまして、前僕がやってたエイカオンラインっていうゲームなんかも盾がですよ、盾がソロで ID 回せちゃうんでパーティーコンテンツが完全に死んだわけですよ。募集しなくてもいいから盾が、逆に他の人がこう盾募集をしても盾は別にソロで行った方がうまいしみたいな。でそうなるともう募集じゃなくて身内狩りでじゃないと、まあ、ID 制覇とかなかなかいかないしみたいな感じになっちゃうので、まあ、結構滅びちゃったから、あれはね僕がいた頃はね、今どうなったか分からんけどほぼ変わらんはずなんで、まあまあ、他ゲーでまあそういう現象が結構起きてるゲームもね他にもたくさんあります。でそういうのを防ぎたいというのがあって、まあバランス取りとしてこういうことになったんじゃないかなと思います。まあ実際ね6人用の ID をねソロで回したいって人もいればね、ペアで回したいって人もいると思うんですけども、まあ、なるべくならパーティー組んでくれっていう気持ちもわかりますんで、そこはまた運営さんにねちょっとお手紙出したりとかするといいんじゃないでしょうか。意見とねしてまあ受け止めてもらえるかと思いますんで、 NC さん割と寛大な運営さんだと思うんで、今までの中ではね、まあ、そんな感じで次お話をしていきたいと思います。で主にシステムの設定名はこんな感じで進めていきます。好き勝手で、ね、やれると思いますので、自分なりのねお好みの画面作りなんかをしてあげてください。でマップに関して、まあ、これ基礎事項になりますけども、ここまで前回説明したところの半ばぐらいですね。長いわ。うちのレギチャをちょっとレギチャ借りるよ。とりあえずねまずキャプチャーをしていきたいと思います。それじゃあねやっていこうか。じゃじゃんじゃんじゃん、ツールツール、うちのレギオンキャプチャー、レギオンチャットをね晒すことになるんであれなんですけどね、ろくなこと話してないんで、ね、多分この辺がここになる。まあめんどくさいんでこの辺ごそっとキャプチャーしたいと思います。ねえ、これリサコが何か言ったらバレちゃうね。変なこと言ったらね。左上にねちょうどうちのレギオンチャットとかのこうキャプチャーが出たかと思いますけどね。どうでしょう。なんかね褒められてるんですけど、普段褒められたことがないんであれですけど、マップ開いてもらうと分かりますけど、ちょっと早かったなこれキャプチャーするのが。分かりにくいかな。
そんなことないか。わかりにくいな、おい。こっちに動かさないとわかりにくいか。うん。例えばそのマップ、このチャットっていうのが、まあ結構ありましたけどね。これちゃんと映ってるかどうか自分で不安で仕方がない。ギリギリ出てねえな。キャプチャーし直そうかな。よいしょ。じゃあ画面キャプチャーいくよーってことでね。この辺をごそっとカプチャーできるかな。よっこらセット、ほい。気合い入れることでもないんでもないんですけど、とりあえずキャプチャーをしました。で、よっこいしょっと、こらしょ、よっこいしょっと、この辺だったら多分邪魔にならないんじゃないかな。いいかな。まあ、果たしてこれ見てる人がいるかどうかはわからないです。で、正直あのタイムシフトも見てもらえるかどうかもわからないです。まあ、あの公式ブログなんかにも書いてましたけど、まあ、ピックアップもされないんでね、ちょっと寂しい思いしましたけど、前回のね、教育放送の時はね、まあ、今回はね、あのちょっと突発で自分が やってみようと思ってやってることなんで、まあ、よかったら、ね、やってください。で、マップ、しまった。お絵かきしちゃったよ。例えばこう道に迷ってしまった、どうしよう困ったって時は M を押してこのマップを出してください。今現在自分がいる位置はマップを見てもらうと分かると思うんですけど、緑光点に黄色い矢印が合体したようなね、シンボルになってます。で、これ矢印の先っちょが自分が今向いている方向ですっていう印なんで、まあそれはまあちょっと見た感じなんですぐ分かると思いますけど、ところで、まあちょっと、どこそこに行きたいんだけど、ここの行き方がわからないから教えてっていう時に、どこそこが説明できないシーン。で、これ、ION のユーザーインターフェースで、まあ、このチャットの機能でついてることがあるんですけど、このマップを出してもらって、例えば、水音渓谷のこの辺に行ってみたいよっていうのをやりたい時は、そこにカーソルを持って行って、コントロールを押しながら右クリックしましょう。そうすると現在、まあ、チャットモードはね、現在のチャットモードのままですけど、この1っていうのが出ます。入力欄が勝手に開いて。で、これをポンと押してあげると、レギオンチャットに貼られます。で、これをクリックすると、クリックした人のマップには、このバツ印ね、今、教えてほしい場所、見てほしい場所、知らせたい場所、そしてまあ、こう、バツ印がついたところが、全員に分かるようにリンクが貼られます。このコントロール右クリックは全てにおいて有効です。例えばこれがアイテムだったりとか、例えば武器ね、自分が装備している武器をポンと貼ったりとか、なんかすごくね、これ例えばそのセマタスピアを貼りましたけども、セマタスピアのリンクをクリックするとその内容が全部こう相手に分かりますよと、まあ、こういう仕組みになっています。当然この武器防具以外でも、例えばカルンの証っていうのが手に入ったんだけど、これって何に使うのって聞きしたばかりの人はね、分かんないですから、こうやって聞いたりとかするのにも使えたりとか、各種アイテムにコントロールプラス右クリックで指定することによって貼り付けも可能になります。はい、でいいですねで、このマップ貼り付け位置情報、まあ、これ絶対覚えておいてください。何かしらあった時にパパッとできた方がね、すごく便利なんで、ここに集合ねっていうパーティーの集合場所もこれで貼られることが結構あります。はい、まあ、そんな感じで、まあ、チャットの便利機能ですけども、
チャットの続きのついでに、例えばこれリサコ、今うちのレギュメンいますけど、リサコに直接リスパをしたいと。で、リスパをしようと思ったら、左クリックで、まあ、彼女の名前をクリックするとですね、チャット欄の。ちゃんとこう、画面中央にね、例えば聖剣工房レベル60スペルウィングし、で、ウィスパー、まあなんか一言がなんか偉いひどいこと書いてありますけど、まあウィスパーパーティー招待ホース連合、ウィスパーを選ぶとこうやってね、ウィスパーが開きます。ね、こんな感じになっております。で、逆に、だが見えない。だが見えない。あ、見えんかったっけ？下の入力欄ぐらいしか見えないかな。あー、そっかそっか、隠れて見えないんだ。まあ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 。で、ウィスパー自体は見えるけど、相手の情報が。ね、こんな感じ？これ見える？こういう風に表示されます。で、ウィスパーパーティーフォース。いや、見ないで。連合招待。まあ、リサコシエルからね、移住してきた。まあ、子なんでね、シエルから来ましたとか書いてあるんですけど、まあ、レギオンとレベルとね、その人の情報がパパッと出るようになっておりまして、そこでウィスパーを選択してあげると、入力欄にこう、ウィスパーが出たりします。それ、もうめんどくせえと。そんなにいちいちクリックしとれるかっていう話だったら、もう直接、名前を右クリックしてください。そしたらもう、いきなり入力出ます。ウィスパーの。6-7よりじゃないですけど、まあこんな感じでね、ウィスパーのやり取りしてあげてください。はい。で、いたずらチャット、わらわら。まあこういう感じでね、いろいろ遊べますんで、まあうちのレギュメなんてこういう人がいっぱいいるんだね。で、あとはこのチャットタブ、今チャット全般ってありますけど、最初始めたばかりの頃は全てのタブはこの全体のタブのところに入ってるわけです。NPC 系の会話にしとこうかな。俺のね、こうウィンドウめちゃくちゃ広がってる、広げてあるんでね、用途に合わせて。合体できたはず。よいしょ、いった。こんな感じでね、まあ、全体だったりとか、こう切り替えてみたりとかするわけなんですけど、これ、どうやってタブを増やすかっていうと、チャット設定メニューっていう歯車マークがありましてですね、ここにタブ追加ってあります。もう僕は追加しきっちゃってるんで、1,2,3,4,5,6,7、最大7個まで設定できるのかな。追加はもう6個までだったと思うけど、でこれは用途に合わせて表示情報を変えることができます。タブオプションっていうところをね、よいしょ、例えば NPC 系の会話を追加したとしますよね。そしたらここに出てきますんで、ここにあるといちいち切り替えなきゃいけなくてめんどくさいんですよ。なので、めんどくさいお前は こうだっていう感じでこう引っぺがすと、 Windows みたいにこうウィンドウがグリッと動いて好きなところに配置できますね。こういろんなところにこう配置ができるんで、まあ、邪魔にならないところとか、自分が見やすい位置に持ってきてあげてください。はい。で、肝心要の設定ですけども、タブオプションってクリックするとこんな感じのものが出てきます。で、これがその窓で表示するチャットの内容をこのチェックして決めていく部分ですね。で、当然色もこんな感じでね、この色にしできますよっていうのをね、いろいろ決めることができますんで、僕はパーティーチャットは水色、ウィスパーは黄色、レギチャは緑色で、敵対ログといって、魔族が近づいてきたら分かるように、魔族の敵対行動とかバフだとか受けたダメージの表示のみの窓を作ってわざわざ設定してるんですけど、まあそれに関しては真っ赤赤にしてあります。パッと見て内容とか全く見ずに、あ、魔族いるわとかね、
天族側のね視点から言うとアマ族ユバですけど、魔族でも同じことしてる人結構いますんで、だからほとんどしてんじゃないかな。で大体魔族からしたらね、天ログとかね、天族オルワとかね、そんな感じで見るのに使えますんで、このウィンドウはまあこういろんなところにグリグリ引っぺがして配置ができますので、ぜひ活用してください。最低限必要になるウィンドウというのは、まあウィスパーとパーティーチャットとレギオンチャットを一緒にした一般会話ウィンドウ、これ作っとくと便利です。で僕の場合はウィスパーだけは別に分けてあります。これはウィスパーだけのウィンドウにしてるわけなんですけども、ログ流れで自分がちょっと半分寝てたりとかねトイレ立った隅にログで流れてどっか行っちゃわないようにね、大事なフレンドからのウィスパーとかそういうのがありますので、まあ、そういうの防止でウィスパーだけのウィンドウを作っています。もうあと1個便利ウィンドウとしては、ドロップログなんかを表示するためだけのものを作っております。でこれはまあ、経験値とかも当然表示されるんですけども、ダイスを振った時のねダイス表示とか間違いがないように、僕は特にソードウィングで縦やったりすることも結構あるんで、というかもうほぼ縦やってるんで、進行でねダイスミスがないかどうか見たりとか、今誰が何拾ったのかなとかね、そういうのを見たりするのに使います。でこれ別にね進行役じゃない人もね一応作っとくと、どんなものが出たかっていうのがパッとわかるんで便利です。あっちゃこっちゃこうタブひっくり返してね、どこにあるどこにあるってやらなくて済むん で、 であとはもう NPC 系の会話のみ、これはモンスターの会話も含めですよ、 NPC とモンスターの会話含めて、これはモンスターが、まあ、すごく親切なモンスター結構いるんで、例えば有名なのがねレベル50の ID で出てくるスラマ先生ね、空中でもない限りこの攻撃がかわせまいってことは空中行けばいいんだねっていうヒントをわざわざくれるネブドとかいるんですよ。で、まあ、そのメッセージが流れてから、まあ、ちょっとしたら、ね、こう上昇気流が出るんで、そこで跳ね広げればいいなっていう目安になったりする、きっかけになったりすることもありますので、まあ、これは、まあ、別に分けてちゃんと置いてあります。これはね初心者の方で作っとくといいと思います。まあ、いろんな人がなんか喋ってるのね、まあ、お好みで設定してあげてください。もうあと一つ、パーティー募集チャット、まあ、レベルが上がらないうち、まあ、レベルがすごく低いうちはこのパーティーチャットというのは受信をしません。現在だと12レベル11レベルぐらいかなから受信しだすのかな、16なったかな、もうレベル細かいとこ忘れちゃったんですけど、まあ、12、3、4ぐらいになるともう、こう3チャンネルのね3チャンネルパチャットの発言が受信することができますので、でそのうちパーティー検索チャットというのがありましてですね、3チャンネルここの、チャットタブで説明した方が早いね、チャンネルってとこを開いてもらって、ここの3チャンネルにチェックを入れておくと漏れなくしっかり映ります。僕はちょっとねエッチなピンク色のちょっと濃いやつにしてるんですけど、パッと見てわかるように、まあ色なんかも目立つようにしてあげるといいかと思います。で表示してあげる、まあチャンネルとしてはねこの3チャンネル、チャンネルを優先に表示してあげてください。で一般会話チャットの中にねチャンネル1なんかも入れてあげてください。チャンネル1とかね自分の職別チャットとかのチャンネルもございますんで、それはね公式の方にね何チャンネルが何々って対応が書いてありますんで、パワーウィキなんかをご覧ください。まあそんな感じでざっと、まあ、チャットの説明をしていきましたけど、いかがでしたでしょうか。ちょっと分かりにくいことがあったかもしれませんのでね、これちょっと分かりにくいんだけどっていうことがありましたら、ね、コメントで教えてください。裏に行っていてもコメントの発言はあんこちゃんが読み上げてくれるんで、ね、まあそんな感じでやっていきたいと思います。よーいしょっと、ちょっと揺れた、おー危ない危ない、落下してるとか怖い怖い。でこれから言うのがちょっと便利機能、これね前回の放送でね今まで知らなかったっていうね感想者もいたぐらいなんで、ちょっと教えておきたいと思います。そのためにね一旦ね僕のレベルでドロップが出るカマルの方へ飛んでいきたいと思います。まあ、ティアマランダでもいいんだけどちょっとごちゃごちゃしてあれなんで、カマルというのはですね今回 3.0 アップデートで実装されたばかりの新マップのね、まあ、第二の首都みたいなもんで、天族魔族が両方ね共通として、まあ、いるというちょっとおかしな話なんですけど、当然ここのモンスター結構レベルが高くて強いです。
ね、おこがましいないかな。なんかこう適当スティグマなんで、ね、ちょっと変えたい、まともに。もう変えてる時間ないとか言われそうだけど、ちょっと行かせてみよう。放送するにあたってどうなんだろうね。ソードウィングで説明しようと思うと、映像のこととかも説明した方がいいから。手の説明ついでに変えたらいい。ああ、そっか、スティグマかな。順番としてはいいかもしれないね。スティグマというのはですね、まあ、レベル20を超えた段階で、まあ、魔族も天族もそれぞれ使えるようになる特殊な石です。で、よっこらセット。ほほい、のほい。なんか小汚ねキューブが拡大されて鬱陶しいね。このスプリットです。